フェスタス・エジーリは、ナイジェリアのプロバスケットボール選手。NBA のゴールデンステート・オーリアーズなどに、所属していた。ポジションはセンター。14歳で、ナイジェリアの高校を卒業したイジーリは、医者を目指すために、カリフォルニア州サクラメントに住む親族のもとに渡米。そのままサクラメントの地元の高校に留学したが、渡米時にはすでに身長が203センチメートルもあった、こともあり。 高校の先生からバスケットボール部に入部するように進められる。高校に入学してからも身長が伸び、センターとしてカリフォルニア州を代表する選手へと成長した。高校卒業後、地元サクラメントの短大に進学するも、ハーバード大学、コネチカット大学、ボストンカレッジ、バンダービルト大学などをはじめ、20校近い有力校からのリクルートを受け、いじ入りは、 バンダービルト大学に転校。2008から09シーズンから NCWA の公式戦に出場し、3から4年生にかけては平均10点以上を記録し、NBA スカウト陣に注目された存在になり、2012年の NBA ドラフトでは30位でゴールデンステートウォリアーズから指名された。1年目の2012から13シーズンは先発センターのアンドリュー・ボーガットが、 怪我勝ちだったこともあり、78試合の出場で41試合にスタメン出場を果たす。しかし2013から14シーズンは右膝の手術のためにシーズン全休。3年目の2014から15シーズンモンバットルに送られるなど調子が上がらず、またマリース・スペーツが好調だったこともあり、46試合の出場に止まったが、プレーオフに入り短時間の出場ながら、 リバウンドやブロックショットなどで効果的な活躍を見せ、ウォリアーズの1975年以来の NBA チャンピオンに貢献した。2016年7月4日、ウォリアーズは制限付き FA となっていたエジーリに対するクオリファイングオファーと取り下げたことを発表。同月7日にポートランドトレイルブレイザーズと2年1470万ドルで契約した。しかし、 2016から17シーズン開幕前に、左膝を手術、さらに12月にも同箇所の再手術を完工したために、移籍1年目の同シーズンは全休。2017年4月25日、ブレイザーズは2017から18シーズンのえじりの契約を行使しないことを発表し、6月30日に解雇された。以降は契約に名乗り出るチームもなく、 事実上の引退状態になっている。211センチメートルのサイズを誇ることもあり、リバウンドやブロックショットなどでその効力が発揮される。まだバスケットボールの経験が浅いせいか、オフェンス面では課題が残るために多くの出場時間を得るまでには至っていない。実際、ルーキーシーズンは試合の終盤にはカール・ランドリーが起用される場面が多かったのはそのためであり、 もっと、ボールハンドリングを磨く必要がある。ありがとうございます。